チュートン・ウィラサクレックは、大の男性ムエタイ選手権トレーナー。ウィラサクレック・フェアテックス・ムエタイジム九州所属。2007年6月24日、九州悲惨ジム、脳型決戦社員輝きで、井上和也と対戦し、判定3から0により勝利を収めた。2008年6月22日、九州悲惨ジム、脳型決戦で、田中康之と対戦し、3R ドロー。 延長 R 判定0から2により敗北となった。この時のリングネームは、ユキレック・ウィラサクレックであった。2008年9月19日、全日本プロレス、和術研修会総本部、長崎大会で、山本武春と対戦し、判定3から0により勝利を収めた。2009年5月31日、和術継修会総本部、福島 S ファイト17で、竹内優也と対戦し、 判定1から1により、ドローとなった。2010年1月23日、M-1MC& クロスポイント合同工業、レブルズで、浜井昌光と対戦し、判定2から1により勝利を収めた。2010年2月21日、リールディルジム、バトルイベントリールディル15で、湯浅博光と対戦し、判定1から0により、ドローとなった。 2010年4月18日、ワー術研修会総本部、福島 S ファイトで、トーマックスと対戦し、2RTKO により勝利を収めた。2010年8月8日、新当術ファイアボール8でユンボマサルと対戦し、5RTKO により勝利を収めた。2010年10月24日、新日本キックボクシング協会、マグナムマイナス -24 で、中尾光ると対戦し、 判定3から0により勝利を収めた。2011年3月26日、新日本キックボクシング協会、マグナム -25 で、中尾光と再戦、一段を奪い判定3から0により勝利を収めた。2011年7月24日、リールディルジム、バトルイベントリールディル23で QP と対戦し、 判定3から例により勝利を収めた2011年10月16日、スクールサポート九州、ザリング2011で、陣川博明と対戦しに RTKO により、勝利を収めた。2012年11月25日、MSJ キックボクシング事務主催、キング・オブ・ストライカーズラウンド10で、角田正明と対戦しに RTKO により勝利を、収めた。 2013年9月29日、ビィラサクレックフェアテックスムエタイジム九州主催、第7回 M、ファイトサックウィーロサークルレック、九州大会で、田中康幸と対戦し、延長 R 判定3から0により勝利を収めた。2014年6月1日、MSJ キックボクシングジム主催、キングオブストライカーズラウンド15コススーパーライト級。 王座決定トーナメント準決勝で両太と対戦し、判定3から0により勝利を収めた。2014年9月7日、MSJ キックボクシング事務主催、キングオブストライカーズラウンド16コス、スーパーライト級王座決定戦で、落ち大輔と対戦し 3R106TKO により勝利を収めた。ありがとうございます。